い、両手、はい、これも同じで手をこうやって取られたら自分の手で相手のここにピタッとくっついてるんです。でここにくっついてれば離せばいいんですけど離れないんですね。今のでもパッと投げられた時に離せばいいのにと思うんですけどそれなかなか離れないんです。それともう一つ、自分の体の真ん中で自分の体の前に相手を置いています。これが自分の体からこうパッと外れるともう全然相手にいくらこれ手が密着しててもでこうなるとね密着がなく外れるんです。はい、取られたらパッと密着させて自分の体の前に置くと倒れていきます。ずっと体の前に置いていきます。手を取られて開いたら相手の手はパッとこうここに吸い付いてくるんです。はい、それをこの先ほどのボールをこう回しましょうってハンドルを回しましょうってなりましたよね。あれと同じことがここでも起きてます。体の真ん中で同じ量だけ動かしている。でそれをスススススススッと自分の前で回すから相手はついてきてくれる。ピタッくっつける。この時に手が脱力していること、これが手をこうやってやると動いていきません。押し返すと動きません。ふわっこのぐらい、できるだけ肩から先は脱力、これで回っていきますから。脱力して密着させるね、やってみましょう。はい、そうで手で動かさずに手はこのまま、手は脱力したまま体でくっついていく。そうどうしてもやっぱり動きがこっちの方が大きいので、こっちの方が大きいの、上手の方が大きいので 上ばっかり動かしてるんです。だから下が全く動いてない。これに少し下を入れるとこんだけ崩れます。こっちを動かす分こっちもスッとこう下に下ろして真ん中で取ってます。これで崩れたらスーッと前で運んであげる。同じように自分の体の真ん中にあるものを同じように動かしていくっていうのはことが大事です。上と下が同じだけ量動くように。このままでも構いませんけども、これもこう詰めたらもうこのまま自分の体の前へずっと置いとく。そうするとレゴさん動くのに離れへんのです。でそれにパッとこう入ってこれがスーッと投げる。